はい。やっていこう。いや、ここら辺いそうだな。確かいないかな。いたし！うおーやばい。はい、どうも、そうです。なんか白イルカ、白イルカみたいな挨拶だな。はい。という感じで、どうも、そばです。はい。ま、何回挨拶するねんって感じだけど、今回の動画はね、新しい武器、クワッドコアじゃなくて、ちょっと待って、なんて名前だったっけ、新武器って。クワッドホッパーか。クワッドホッパーって名前だったっけ、覚えてないけど、クワッドホッパーっていうね、新武器が、出ましたね、先週に。うん。それでね、4回、この、次に出る、新武器は、ね、なんか4回、なんだ、この、ジャンプすることができるらしいんですけど、こんな感じでポンポンって。今これ2回、これ今使ってるのはスパッタリーなんですけど、スパッタリーじゃないよ、スプラマニューバーだよー。まあ、とりあえずこのね、まあ、スプラマニューバーの、まあ、なんか上位互換というか、まあ、そんな感じの、まあ、ものなのかなって感じのやつなんですけど、とりあえず今ちょっと、使いこなせたらかっこいいじゃん、この、クワッドホッパーとか、この、スプラマニューバーとか使いこなせたら。だから今ちょっと練習してるんだけどさ、こうね、僕が話したいのはその話じゃなくて、待って。やばいって。ちょっと待って、戻るよ。もう、あー、スパタン持ってくれなかったな。プチプチってお前、プチプチさんやないかい。絶対プチプチさんじゃないけどね、絶対やってる人は。まあいいわ。僕が言いたいのはね、3ヶ月前か、4ヶ月前くらいに、新武器のね、なんか情報が見れる、なんかサイトがあるんですよ。そのサイトに、もう3ヶ月前から、この、クワッドホッパーっていうね、このランっていうのがあったんだよ。ここか、上か。なんで、なんか、その、いるんだけど、二人、オッケー、ナイス。なんでその3ヶ月前からこの変な情報がね、分かったのかっていう話だよね。一旦ちょっとね、サイト載せてるんだ、その、この新しい武器の情報を公開してるところ、載せてるんで、よかったら見てください。本当にね、もう3ヶ月前から、このパラシェルター、なんかね、この傘を開いてても撃てる、なんかパラシェルターなんだっけ、なんかスパイガチットだっけ、まあ名前は違うんだけど、まあ、なんか同じ感じの、まあ似たような感じの武器もね、なんかまあ、名前は違うけど、同じ感じの用途の武器とかも公開されてて、いや本当にもう完全にね、この今後追加されていく武器をね、もう、マット当ててるんよ。このサイト。ほんとすごい、もう完全に、スプラトゥーンの運営の人が完全に情報を漏らしてんじゃないかってレベルでやってるから、もうみんな見てって感じ。今回それだけの話です。はい。いや、でもまあ、とりあえずね、新しいこの、クワッドホッパーか。クワッドホッパーなんですけど、あ、やばいってクワッドホッパーね、使う、こなせるようにするために、まあ、練習していきたいですね。バカはーい、負けました。よー、ということで、それさっき負けちゃったけどね、まあ、頑張るしかないよねって、今回、この、なんだっけ、完全に、もうこの今僕が使ってる武器、名前忘れちゃったよね。スプラーマニューバだ。全然ほんとこのスプラーマニューバ使わないからさ、もう名前忘れちゃうよね、もう完全に。はい。というわけでね、もしかしたらもう気づいてる人もいるかもしんないけど、いないか。マイク変えました。わー。全然もう、マイクが変わったとしても、僕のほぼ自己満足なんで、そんなに、まあ、変わってもって感じだけどね。やばい！やばかー！危ない！危なかったー！いいよ。一旦スタートして戻ろうか。オッケー。で、ここで、4人、オッケー、4人当てれた。いいね。いいね。あ、いるやん、ここに。やばい。生きて。うわ、やばい。倒そうね。なんで、オッケー、危ねえ。いや、スプラマニバ、マジでちょっと、操作が難しみって感じだよね。みんなで固まっていこう。うん。うわ、やばいって、一旦引こう。上から行こう。大丈夫かな。ここにねっぽいね。一旦上取ろう。あ、ちょ、前。いるな。オッケー、いいよ。強いな、スプラマニューバー。やばい。一旦、スタートして戻ろう。オッケー。よいしょ。で、オッケー、撃とうね。とりあえず、3人にはマークつけれたからいいかな。あと1人右にいるね。右のやつか、お、1人倒す。ナイス。自分にナイスっていう系の、プレイヤーってなんかあんまり性格いい人いないよねって言うてるよって言わないでって。やばーい！オッケーナイス！よしよしよし。お。
塗っていきましょうね、どんどん。よし。あ、いるな、向こうに。まあいいわ、ここに、ここで。ここにタム乗っとこう。やばい!まあ、バカー!よーし。まあ、まあ、結構、まあいい感じかな、多分。オッケー。一人やり。まだ、いるかな?これ、ここにいないかな、多分。いいよ、いいよ。ちょ、あと一回くらいスペシャル使っときたいな。うん。大丈夫か?オッケー、スペシャル、スタートして戻ります。オッケー。で、使いましょう。まあ、あ、オッケー、三人入れたからいいかな。オッケー、オッケー。もう完全にもうやってますわ、これ。もうここ塗ろう。もうリス、自分の自陣のとこ、ちょっと塗っとこう、ちょっと。申し訳ないのに。オッケー、オッケー、オッケー。よしよしよし。わ、やばい!わ、今のやれたな。オッケー。危なかった。ここにも、上にもいんのか。ほんまやだな。ナイスー。イェーイ!イェーイ!いやー、待って、スプラマニア強いな。強い。うわ。ボロ勝ちじゃん、もう。もう猿でも見てもわかるわ、もう勝ったって、これ。うわわわ。やったー。俺もう9キルしてるやんけーって、お前、これ。最強すぎない？もう、どうしよう。自分が怖いわ。よーし、ビーバスパークやっていこう。よかったね、マッチングして。はい。いや、てかね、新しいマイク買ったんだけど、いや、いい感じかな?ほら。なんか、口でね、ふーってやってもね、なんか、ゴゴゴゴってなんか、すごい嫌な音になるじゃん。マイクでなんか風とかあったら、台風の日の、なんか、天気予報コーナーみたいな感じで、わかりづらいな、例えが。例えがわかりづらすぎって言ってるよって。はい。やっていこう。いや、ここら辺いそうだな。しかいないかな。いたし!うわぁ!やばい。やばいやばい。オッケーオッケー。待って待って待って。叫びすぎ。叫びすぎって言うてるよ。一旦戻ろう。やばいって。ちょっと。いるな。大丈夫か?スタートして戻ったから。オッケー、3人。3人入れよ。3人入れよ。オッケーオッケーで。オッケー、1人やった、ナイスー。ナイスすぎて笑ったって。全然笑えないけど。誰もいない、ここに。いるか、ここに。いないね。いないですよって。オッケーオッケー、ここ、行こうか。いるやんけ!ふざけ、おい、ふざけんな、お前。よーし、ここを塗っていきましょうね、ちゃんと。ちゃんと塗ってこうね。ここ、大事だから塗るの、ここ。うん。何の講座、これ。何のスプラトゥーン初心者講座ですかって。まあ、ええわ。塗っていきましょう。いや、でも、スパッタリ、スパッ、スパッタリじゃないよって言われちゃうから。いないか。まあ、とりあえず、一旦スタートして戻ろう。あ、でも、なかなかかな?ちょ、この、3人狙ってくか。オッケーオッケー。一旦僕は左塗ってくんで、自陣の方。皆さんは敵を倒しに行ってくださいって。そういうことですね。うん。いい感じで、結構みんな倒してる、倒してる。ナイス?ナイスって送っとくわ。うん。とかいそうなんだよな、また。なんか、ここにもなんかスパッタリー的ななんかやつがいそうで、本当に嫌だ。いないか、大丈夫か。いたな、さっき。うわ、待って、オッケー、ナイス。いいぞ。いいぞ、これ。溜まったんで、一旦戻ろう。よいしょ、オッケー。前ね、僕が、この、ミサイル使ってるときに、ミサイル使うときは、UC に戻って使った方がいいですよって、ちょっと、ボロクソ言われたんで、それがトラウマだよねって。はい、そんなトラウマでもないけどね。まあ、でもなんか、リッチ地点に戻って、使った方が、なんか強くなった気がするわ。うん。今当たったよね。うわ、マジか、今狙われたんじゃね。うわー、悔しすぎって、言ってますよー。あ、待って、これやばいってやばいやばいやばい。あと16秒大丈夫かな。とりあえず濡れるとこも塗ろう。濡れるとこ塗ろう。うん。いないんか、こっちに。絶対許さんかな、お前。あ、沈まれ!オッケーオッケーオッケー。うわ、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 もう絶対負けた、これ。え、どうだろう?お願い、もう買ってくださいって。ですよね。はい、ということで、もしこのよければ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ、スプラマニューバー練習します。はい、お見てください。じゃあ、